こんにちは、実はねくらです。今回はこちら、すみっこ暮らしふわわんパンケーキ作ってみたいと思います。こちらなんとこんな感じで、すみっこ暮らしのミニパンケーキが4枚作れるそうです。飼育菓子でパンケーキ作れるなんてすごいですね。そしてこちらミニフライパンが1個入ってるんですけど、全部で4種類あるみたいです。ペンギン、猫、白熊、とんかつのどれが当たるかはお楽しみみたいですね。私的にはやっぱり推しの白熊が一番欲しいんですけど、まあどの子が当たってもすごく可愛いと思うので、何が当たるかドキドキですね。それでは早速開封していきたいと思います。カットしてきました。さて何が入っているのでしょうか。ダダーン。お、はい、今回私はペンギンのフライパンが当たりました。かわいい。なるほど、こんな感じでこうペンギンの形に、なんていうんですか、突起しているので、このペンギン柄のパンケーキが作れるみたいですね。すごっ。で、あとは生地の音が2袋とチョコレートソースかなが入っていました。はい、という感じで入っていたものはこちらで全部になります。材料もほんと少なくて簡単そうなので、不器用な私でもうまく作れたらいいなと思います。で、作り方を見ていきますと、まず1番にマグカップに生地の素1袋と牛乳 10cc を入れてよくかき混ぜます。了解です。では生地の素入れていきます。あ、なんかすごい小麦粉みたい、本当にサラサラっとしてます。そしてここに牛乳 10cc、 えいや、でよく混ぜる。これは前回のチークグミのように急いで混ぜたりしなくていいみたいで、よかった時間勝負みたいなの私苦手かもしれないです。ちょっとね、結構ダマができやすいかもしれないので、しっかり混ぜていこうと思います。はい、多分よくかき混ぜれたと思います。そしてキッチンペーパーにサラダ油を染み込ませて、ミニフライパンの内側全体に油を薄く塗ります。ほう、なるほど、本格的ですね。なんかはい、薄く塗っていきたいと思います。薄く、確かにね、これを塗らないと生地がくっついちゃうんですかね。はい、薄く塗れたと思います。塗れすぎかな、ちょっと心配なので念入りに塗りました。3番、ミニフライパンの内側の線まで生地をまんべんなく流します。その後ミニフライパンを30回以上トントンして空気を抜きます。線までまず入れればいいんですね。あ、これか、ここに、あー、カメラじゃあんま映んないかもしれないですけど、真ん中に線があります。よし、てるん。あ、すごい、でもなんか甘い、ほんとパンケーキみたいな匂いがちょっとしますね。線まで。で、これ今回作った生地は1枚で全部使い切るわけじゃなくて、これでまず2枚作れるみたいですね。で、もう1袋の生地の素を使ってまた2枚作れるみたいな感じで、計4枚ってことみたいです。お、だいたい線まで入ったかな、入ったと思います。で、30回以上トントンします。1、2、3。全然空気抜けてる感ないんですけど、まあこれでいいのかな。いや、ほんとこの間のグミが失敗しまくっちゃったので、なんかすごい不安です。はい、まあとりあえずめっちゃトントンしたので、次が4番、 500W の電子レンジで30秒加熱します。真ん中に置いてね。もう多分もう60回ぐらいトントンしてると思うんで、まあちょっと空気抜けてるか不安ですけど、一旦チンしてこようと思います。はい、こんな感じで30秒レンジで温め終わりました。5番、やけどに注意してパンケーキの輪郭を爪楊枝でなぞりお皿にのせます。うわー、私これ下手そう、綺麗にひっくり返せなさそう。まあ最悪これ形が崩れても、まあ味が美味しそうっていうか、普通にパンケーキとして食べれそうなので、まだ救いのある商品です。これ取れるかな、ちゃんと不安だな。こっちはもうなんかすでに取れてる。で、これ電子レンジ眺めてたら、ちょっとなんか最初の方膨らんでましたね、ふわーって。だからやっぱあんま線より入れすぎたら危険ですね。これいけるかな、えい、全然出ない、全然出ないぞ。あ、いけそういけそう。あー、できた。え、めっちゃかわいい、よかった、ちゃんとできました。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、ペンギンのパンケーキできました。あ、よかった、ちゃんとできて、めっちゃ可愛い。
嬉しい、テンション上がる。これは。そして次6番、3で残った生地で2から5を繰り返し2枚目のパンケーキを作ります。はい。さらに同じようにもう一袋の生地の素を使って3枚目と4枚目のパンケーキを作ってね。最後にチョコソースでデコレーションして出来上がり。同じ手順を繰り返してあと3枚作るみたいですね。でこんな感じで、ね、こうパンケーキとパンケーキの間にチョコソースを入れて食べるのもいいみたいですね。そして一番上のやつにこうやって爪楊枝とかでチョコで後食ってこうはっきりさせるみたいなのもいいみたいですね。ではまずこの余っている生地でもう1枚作っていこうと思います。一旦この子は横に置いておいてと生地を入れます。なんかパッと見さっき入れすぎちゃったのかな。今回の方が生地少ない気がします。大丈夫かな。あ、全然足りない。ほろろろろろ。先ほどより確実にちょっと薄くなってしまったんですけど、こちらも30回トントンして電子レンジで温めてこようと思います。では2枚目を温めて冷ましている間にこちらチョコを使っていこうと思います。せっかく綺麗にできたのでもったいないんですけど、こちらの上にチョコを塗っていこうと思います。どんな感じで、あ、こんな感じ。あ、ちょっと後くる練習していこう。あ、むずいむずいむずいぞ。よし、そうか、だからやっぱ爪楊枝でやった方がいいよって書いてあるんですね。ちょもんちょもん。あ、口が一番難しいかも。よいしょ。あ、やばいやばいやばい、口むずい。ちょっと口潰れちゃった。よいしょ。いや、これ絶対爪で使った方がいいですね、確かに。よいしょ。あ、やっぱ思い通りにできない。よいしょ。あんなに可愛かったのにめっちゃブスのペンギンになっちゃいました。あ、あと足か。潰れちゃう。ちょっと次こそ一番上の段はね、爪楊枝でやろうと思います。下手すぎ。では2枚目持っていきます。はい、こちら2枚目です。やっぱりこちらは先ほどより生地が薄かったので、ちょっとこの真ん中の方とかちょっとすごいデコボコってなっちゃってますね。もしかしたら形っていうかペンギンの絵がそんなに綺麗に写ってない可能性もありますね。わあ、ドキドキの瞬間。そこも少ないからもう周りが結構隙間空いてる。ある意味取り出しやすいのか。いや、あ、はい、出せました。よかった。ちょっと形は変ですけど絵柄はそんな汚くなったりしなかったですね。よかった。まあでもこれやっぱ不細工やったので一番上は綺麗な形にしたいのであと2枚上に重ねていこうと思います。2袋目も牛乳を追加してきたので混ぜ混ぜしていこうと思います。混ぜ終わったのでまた入れていこうと思います。今回こそ入れすぎないようにしないとですね。はい、3枚目温め終わりました。一応この最後の2枚は綺麗な方を一番上にしたいのでちょっと別のお皿に一旦出していこうと思います。あ、ちょっとだけ微妙か。3枚目こんな感じです。ちょっと上の方がへこんじゃった。少なかったのかな。ラスト4枚目になります。一応油とか塗り直しました。で残り全部をイン。てりん。あら、もしかして逆にちょっと多い。さっきのやつ少なすぎたのかな。生地ちょっと1枚目がね多すぎた可能性があったので逆にビビってしまって少なくしてしまったかもしれないです、さっきのやつ。よし、こんなもんかな。あ、でもまあいい感じに線のところまで入ってるかな。それではまた30回トントンして電子レンジをしてこようと思います。はい、こちら4枚目です。うまくいっていますように。まずは爪楊枝で輪郭をなぞると。うわ、ドキドキだな。まあ、この上に一応出していこうかな。あ、そっか、もう一個お皿持ってきた方がいいか。持ってきます。はい、ラストはこっちのお皿に出してこっちとどっちが綺麗か比べていこうと思います。えい。お、はい、4枚目です。うわ、4枚目は4枚目でちょっとすごく微妙。1枚目が一番綺麗にできたかもしれない。なんか4枚目は左半身がすごい微妙になっちゃいましたね。あららら。あ、加熱が足りなかったのか。こっちはこっちで頭の方がなんかポコーンってなってますね。なんならこの子が一番綺麗。いや、そんなこともないな。
まあこの子かな今のとこマシなのは。わ、一番下のやつが一番綺麗だったな。ミスった。それではまあこちらにチョコパーってかけて、あと2枚も重ねていこうと思います。ちょっとチョコかけすぎると一番上のデコレーションになくなっちゃうかもしれないので、ちょっと慎重に使っていきます。まあ最悪余ってもまあまあいいでしょう。チョコはよいしょ。はい、3枚目よいしょ。お、美味しそう。ちょっと下手くそすぎる。で、ラストを重ねていきましょう。よいしょ。はい、ちょっとずれちゃった。重ねられました。はい、それではチョコで線をなぞっていこうと思います。うわ、ただね、私不器用なんでうまくできるかドキドキです。では、こちらにチョコを出したので、これを使ってこう、爪楊枝でなぞっていこうと思います。ちょっと最悪カメラを気にせず真剣にやってみよう。あ、なるほどなるほど、こういう感じでちょっとずつやっていけばいいのかな。うんうん、ちょっと地道な作業。なんとか線でなぞることができました。ちょっとね、不器用なので汚いところもあるかもしれませんが、やっぱり線で跡食った方が絵がはっきりしてめちゃくちゃ可愛いです。そしてですね、チョコがめちゃくちゃ余ってしまいました。ちょっと慎重になりすぎましたね。あ、食べる時にちょんちょんってつけて食べていこうかなと思います。それではいただきます。せっかくなぞったのにもったいないんですが、いざ。あららら、よいしょ。あら、結構硬いかな。硬いというか弾力がある。よいしょ。あ、そうなんです。あと実はこれ食べようとした直前にカメラの充電が切れそうになったので一旦ちょっと充電してたんですよ。なのでちょっと冷めちゃったので切りにくくなってるっていうのもありますね。よいしょ、いただきます。美味しい。めっちゃパンケーキです。甘くて美味しい。え、待ってください、このチークガスでこんなパンケーキ作れちゃうんですか。今の時代すごいですね。え、本当お菓子っていうよりパンケーキです。本当にすごい。しかも電子レンジで温めただけなのでめっちゃ作りやすいですね。まあ、ただあの小さいお子さんとかだとあの電子レンジで温めるのはちょっと一人でやるのは危ないと思うので大人の方とやった方がいいと思うんですけど、でも本当結構失敗しにくいお菓子というか、私でもねちゃんとペンギンの方のパンケーキ作れましたので、前回のグミよりはすごく作りやすいお菓子かなと思います。わ、ちょっと今めっちゃお腹空いてたんですごい嬉しいです。美味しい、本当に美味しいのでバクバク食べちゃいます。で、あとはもうちょっとすいません、断面汚くて申し訳ないんですけど、あとはもうペンギンの顔だけとなってしまいました。ちょっとねかわいそうなのでこちらはカメラ外で食べてしまおうと思います。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。今回のふわわんパンケーキめちゃくちゃおすすめです。皆さん、あの結構簡単にできますし味も美味しいので、もうめちゃくちゃいい商品だったと思います。あとね、他のペンギン以外の白クマと猫ととんかつも欲しいなって思ってきちゃいました。また今度見つけたら買いたいですね。それではこんな感じで今回の動画は終わろうと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。もしよろしかったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。バイバーイ。